沢の兼六園ってあるやんか。うん。金沢の兼六園。はい。三大公園です。こっちの方がやっぱ綺麗だね。ああ、コンパクトやわな。コンパクトだな。ちょっとあるから、見てみてください。どこのところから見ても綺麗だね。前の花のやつ？あ、そうですね。とか東海山の後楽園とかね、まあ、行ってるけど、全然ええと思ったことない。ビスリン公園でもね。もうここの日本庭園が一番ええなと思う。あそこの兼六園も、ちょっと雪が積もったところが綺麗やな。ずーっと歩いてるけど、ずーっと綺麗やろ。どこの部分もとっても綺麗。カルガモずーっと湧いてきてくれるしな。カモもあんた必死やね。あんたけのカモで湧いてきてったら、毎日やるけどね。じっとしてった方がええのにな。いや、なかなかで、歩く、なんや、ウォーキングのあの機械ありません。あれでご飯一杯分消化しようと思ったらどれだけあるかなあかんかそうやろ、ね、そやからちょっとのエネルギーでだいぶ動けんね。そんなちょっとなお手だけ消化いやっていいだこの右やんか。うん、剣そっちで買わなあかんの。うん、いっぱい食べてあげる。どれくらいあるかな。ねえ、ほんまかなり経済的なええ体してんだ人間は。